謎の生き物の死体？これ拾ってなかったんだ。謎の生き物、あ、鳥小屋これじゃないの？こっちどうやって行くんだ？下から行く感じ？とりあえず、連れてってみよう。嫌な音が聞こえるな。わー！このひよこを連れてってみよう。あそこに。わおどうやって入れればいいんだ、あ、入れてあげよう。ひよこを小屋に入れた。やっとひよこを入れられた。とりあえず連れてくればいいのか、そこに。まだいるかな。ひよこ小屋。入れてあげよう。わあ！ニワトリになってる。なんだあ。ひよこの置物。かわいいひよこの置物。ひよこやニワトリの小屋。ああ、部屋に飾る系か。あ、電車がある。電車、あった。ここだな。カンカンカン。電車が参ります。よし。3。部品3を拾った。あー、ネズミがいるー。あれか、首吊りのやつ。どうしようかな。来てるな。これで無視していくか。べちゃってなってくれると一番いいんだけど。てかこんなとこネズミいたんだ。私来てなかったのか、これ。向こう行ったし、ネズミ。いやー、こいついるしさ。どこ行ったネズミさん。いた。ネズミさんがお化けの中に埋め込まれて。か。お、こんなところに。おお、10だ。あと1個じゃないか。19。あー、ネズミ。これ最後のネズミじゃないの。ネズミー！よし。はい。こっちか。ネズミ。ネズミ待って。あ、ここか。19。あ。全部の部品が集まったみたい。部品を組み合わせたら金の小槌になった。ネズミを追いかけて歩いたことで街の地図が完成したみたい。これでいろんな場所がわかりやすくなったよ。トロフィーゲット。ネズミの穴の中にパズルの部品を組み合わせて出来上がった黄色のトンカチ、ずっとピカピカ輝いてて、何かを叩くには向いてない。地図。わあ、ほんとだ。ちょっともやがかかってたとこも見えるようになってる。わあ、すごいね。わかりやすくなってる。広いもの、あと、ちょっとじゃん。6、5、4、3、2、1、1、2、5。これなんだろう。あと行ってないとこ。なんだこっちでしょ、ここでしょ。カッパー、カッパー。お、何かを欲しがっているのかも。気に入りそうなものを持ってる。キュウリ、どうぞ。消えた。カッパの甲羅。町にいたカッパの落とし物。亀の甲羅より重くて、大きくて重い。ほのかに水草の匂いがする。カッパの甲羅手に入れたぞ。あ、電車があるじゃん、ここ。電車やっとこう。電車が参ります。こう。部品4で全部。4で全部っぽいな。紙切れが落ちてる。鬼さん、こちら手のなる方へ。聞こえないなら目を閉じてみな。あはははは。手拍子の方にあははははは。わ、なんか出てる。すんごいかすかに聞こえる。こっちだね、手拍子。だんだん大きくなってる。敵もいる、あそこ。敵がいるとさ、ドックンドックンしちゃって、ちょっと手拍子がよくわかんなくなる。あはははは。上から行けるかな。うわー、近い。近っ。やっぱこっちだよね。あはははははは。あれ、このまままっすぐ。どこだ？こっちでいいのかな？あ？収まった。てかなんかぬいぐるみじゃないや、人形が置いてある。ん？え？不気味なお人形を拾った。ちょっと怖いお顔のお人形。触ったりしてないのに、ポーズが変わったりしてるから私が見てない時に動いてるかもしれない。お人形だ。お人形をゲットした。ここなんかあるんじゃないかな。飼育日誌。ウサギが食べられちゃった。ちゃんと影を閉めたのに。どうやって中に入ったの？飼育日誌拾った。サギがいない。どこ行っちゃったんだろう。あ、ウサギ。え？かわいい。泣いてるウサギ。あ、青い花。焼却炉か、ここ。丸文字の目も7。あの空の写真は本当だった。これで私も呪われてしまったさ。鈴を探さなきゃって書いてある。ああ、これで丸文字のメモは全部揃ったのか。で、青い花。こんなとこに花が咲いてる。お花を摘んでいこう。青い花1。1、2がない。5。2と5がないのか。あ、いた。ウサギを発見した。小屋着いたよ。ウサちゃん。ウサギを小屋に戻してあげよう。ウサギを小屋に戻した。でもこのウサギは多分もう誰かがウサギたちを。だから半透明なんだね、このウサギね。で、2匹目か。あ、いた。うわー、なんでこっち来んの。うわー、よし。いるウサギが。あ、いた。やっぱりこのプール何もないの変だと思ってたんだ。ライトつけないと見えないんだ。どういったウサギ捕まえた。さあ、着いたよ、サタン。お家だよ。戻してあげよう。あ、全部のウサギを小屋に戻した。でもウサギたちはなんで。おー、誰かがウサギたちを殺したんだね。ごめんね、助けられなくて。ウサギの置物を拾った。ウサギのかわいい置物。真っ白ふわふわ。置物のはずなのにたまに本物のウサギに見えることある。かわいい。あと、ハテナ1個。これ花。青い花2。2と5と、ここは何だろう。青い花7、8か。そんないっぱいあるの、青い花。もうほぼ拾ってるな。全部拾うか、じゃあ。あ、線路がある。あった。電車が参ります。危ないからね。あった。壊れた電車模型だ。線路に落ちてた電車の模型。細かい部品までそっくりだけを見つけて拾った時からいろんな部品が壊れてた。走らせることはできなさそう。あ、このやつか。消えた。あ、あった、青い花。こんなところに花が。お花を摘んでこう。青い花5。あと2だっけか。あ、こんなとこに青い花がある。ほんとこんなとこだな。お花を摘んでこう。青い花に、あと、青い花、7、8か？あ！え？めちゃめちゃ花咲いてんだけど。麦が眠るお墓。いつの間にか花畑になってる。麦喜んでくれてるかな？一輪だけお花をもらっていこう。またね、麦。青い花7。これでたくさんのお花が集まった。お花をまとめて花束にしよう。青色の花束。青い花を紐で縛った花束。これあの人にあげに行かなきゃきっと見ててくれるはず。お姉ちゃんにか。お姉ちゃん。お姉ちゃんに会うには、ハイビルかな。お姉ちゃんいるのかな。ここじゃなければ学校の屋上だよね。学校の屋上に行って、あの、森に行ってお姉ちゃんに渡すか。森にもう一回行けんのかわかんないけど。ここ、小鳥と戦ったな。小鳥の羽が落ちてる。あれ、境界線になってる。ああ！あ、これあれか。なんだっけ？どうしたっけ？鈴？あ、違うか。え？ここから先は思い出せない。ここから先は思い出せない。あれ、これどうやって行ったっけ、あの時。なんだっけ。鈴じゃない。あれ、色変わった。あ、お姉ちゃん、私も絶対に忘れたりしないよ。お姉ちゃんのおかげで、どんなに怖くても勇気が出せるようになったよ。もう一人でも大丈夫だから、あ、笑ってる。お？音楽プレイヤーがある。幻だったのか、お姉ちゃん。お姉ちゃんが持ってた。もらっていこう。あ、そうだ。青い花束。行こう。屋上の花。音楽プレイヤーをゲットした。誰かの記憶。あ、トロコンしたんじゃない？メニューを開く。ん？青い花束。音楽プレイヤー。音楽プレイヤーどこにあるの？あ、これか。お姉ちゃんが使ってた音楽が聴ける機械。お姉ちゃんどんな曲使ってた、聴いてたんだろう。これは一回お家に帰った方がいいな。姉ちゃんのための花束が置いてある。お姉ちゃんの気配はここにはない。もう行かなきゃ。おー、びっくりした。急に落ちてきた。すごーい。部屋がだいぶ豪華になったね。いろいろ置いてある。いろいろ置いてあるぞ。うさぎかわいいな。ちょっと一旦セーブしよう。休む。音楽プレイヤーで音楽を聴く？あ、音楽聴いてみよう。メインテーマだね。お姉ちゃんこれ聴いてたの？はい。というわけで、夜回りさん。一応、調べてみたんだけど、これで、完全に終わりっぽいです。というか、もう、やることが、やることがなくなりました。トロフィーもね、トロフィー見れんのかな？はい、トロフィーも 100% いったので100% いってトロコンしました。トロコンしたので、もう完全にやることないですね。はい。なんか鶏動いてんだ、これ。鶏こうひよこ集めたやつね。で、一応なんかその、ひよここう集めたりするのとか、こう部屋の中の置物が増えるだけで特にやらなきゃいけないわけじゃないけど、まあお部屋がちょっと賑やかになるよっていうのと、あとアクセサリーとかね。だいたいメインイベントクリアした後、もう一回そこ行くとサブイベがあってね、アクセサリー系がもらえるというような感じだったね。はい、結局お姉ちゃんは最初なんであそこに行ったのかっていうのはちょっとわからなかったけど、丸文字のメモから多分最初お母さんがあそこに行って、でお姉ちゃんがお母さんを探しに行ったのかなっていう、今回のあの主人公がお姉ちゃんを探しに行ったのと同じように。っていう感じなのかもしれないなっていうふうに思いました。ただ、なんで名前が同じだったのか、このカラスのお化けの小鳥と名前が同じだったのかはわからないけど、私と同じ名前だ。あんな母だけど私はどうしても会いたかった。呪われたとしても。ちょっとね、信用回りとかもやったけど記憶がうろ覚えなので、もしかしたらつながりがあるのかもしれないけども。まあ、夜回りさん今回もちゃんと夜回りしてて面白かった。面白かったが、なんていうか、可愛さと怖さがあるよね。この、可愛いからこそ怖いっていうのかな。なんか、でも、ホラー苦手な人でも多分夜回りはね、結構やりやすいと思いました。はい。というわけで、今回、夜回りはこれで終わりたいと思うんで、一回タイトル画面戻るか。はい、というわけで、夜回りさんタイトル画面。完全に終わりました。私の夜回りはこれで終わります。ぜひね、夜回り買った人、なんだろうな、今回の夜回りさん普通にさ、結構探索しまくったらトロコンまでもそんなに、苦労しないでっていうか、なんか自然とトロコンしたようなぐらいだったんで、トロコンまでも結構難易度もそんなに高くない、あんまり大変なことないので、ぜひ、夜回りさんこれからやる人とかは、トロコンまでやってみてはいかがでしょうか。これからやる人、もう私の動画を見てこれからやる人あんまりいないかもしれないけど、もう全部見ちゃったよ、みたいな。まあでもね、結構ね、見てるよりやってる方が、こういうホラーものって、なんか怖かったりするので、見るのとね、やるのとじゃまたちょっと違うので、ぜひやってみていただきたいなと思います。まあ、あと、夜回りシリーズ、普通の夜回りと新夜回りとかもあるので、前作、今回の3を初めて見て前作気になる方は、ぜひ、やってみるのもいいと思います。なんかね、ストーリーも結構違っているので、3を見たから、過去の、なんか、今更過去に戻るのは、みたいなのとか、そういうのも特にないので、気軽にどこのシリーズからでも始められると思います。個人的には新夜回りの一番最初の、びっくりシーンが一番びっくりしたかなっていう、まさかのね、ゲームの常識を超える怖がらせ方。あれにはびっくりしました。まあ、今回の夜回りさんも、いろんな、手法で脅かしに来てくれていたので、すごい楽しめました。楽しめましたね。まあ、とにかくね、キャラが可愛いよね。キャラが可愛いけど、お化けはなんか怖いっていう、そう、怖い雰囲気を出すっていうのがやっぱ日本一ソフトウェアさんはうまいなと思います。毎回思うけど、ホタルの日記とかそういうのもそうだけど、キャラは可愛いのにね、なんか雰囲気が怖いんだよね。うん。なんか不思議な魅力があると思います。夜回りシリーズ、また、3の次だから4とかかな。夜回りシリーズ、もしまた出ることあったらまた、プレイしてみたいなと思います。はい。というわけで、夜回り3でした。最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。また、別の動画でお会いしましょう。ではでは。さようなら。